どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。皆さんはネタデッキ選手権という大会をご存知でしょうか。現在合計9回開かれている大会なわけですけれども、その9回のうち5回もの大会を優勝している永世ネタデッキ王の称号を持つ男、シャルル・マーニ選手、皆さんはご存知でしょうか。今回はこの天才シャルル・マーニ選手のデュエルをまとめてみたいですという皆さんからの意見がございましたので、まとめてきました。かの天才デュエリストのデュエルをとことん皆さんにご覧いただきたいと思いますので、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、エルカイザー君、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。いやマジで喉やばい、本当にこんなになんか無限に殺してると本当に脳がいかれるわ。でスピリッツ OK で、レッドアイズスピリッツで、まあ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 、それはいいでしょう。何 DNA 改造どうする、なんだろうでっけ魔法使い族、なんで拡散する波動を全部のモンスターに攻撃したいと。なるほど、そういうことか。でアンデッドワールド、あアンデッド族にしていく、さらにアンデッド族にしていく。え、これどうなるのこれ、何が起きるの一体。え、やばい、なんかやばそう。主力のアタックチェンジ発動、で効果で洗脳解除、マドルチェワルツ、はいはい、でこれで300ダメージ一応入っていく。で計算直前タックチェンジの効果発動、戦闘ダメージ0にしつつ300ダメージで、主力のタックチェンジ発動、メッセンジャーと特殊召喚、ふっよし。でアンデアイズの効果で戻っいいということあ、そういうこと、洗脳解除で、あ、そういうことか、なるほど。アンディアイズで奪ったモンスターが洗脳解除に戻ってきたこと、やばい、郵便局員が過労死してしまう、まずいまずいまずい、いじめられてる、僕のメッセンジラーとか、これスキルあれでしょ、グーレンダーでしょこれ、あさあ、お相手の方、シャルル・マーニ選手、天才なんですよ彼はね。ちょっとね、あの異色の発想の持ち主というかまあ今回もね、ちょっとどんなデッキなのかちょっと楽しみではありますが、冬は一戦、あ、強っ、冬は一戦、強っ。始皇帝の寮母、おー、なるほど、始皇帝の寮母か、寮母 でハリケーンで戻される、ギブアンドテイク、おー、なるほど、ちょっとマジ何が起きてるか全然わかんない。あー、なるほど、来訪、表が表示存在する限り、フィールドで発動した相手モンスターの効果処理時に手札を1枚捨てることができる、捨てなかった場合この効果が無効化される、なるほどね、無効化される、はいはい、あーおおー、ディアボロス、あーなるほど、ディアボロスはこのカードがモンスターの存在する限り相手は効果でリリースできないと。魂の解放は合計5枚を除外するカード帽子からね、はいはい。で相手ドローフェーズのドロー時に相手のデッキの一番上のカードを確認して、デッキの一番上または一番下に戻す、あーなるほど、ほう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 、なるほど、わかりませんね。でディアモンスの効果でドローフェイズ時に、あーでライホーで無効される、ネコマネキング、おーなるほど、手札を2枚捨ててください。ええ、どういうこと、え、ちょっと待って、どういうこと、ちょっと待ってちょっと待って、どういうこと、このターン相手が効果によって一度倒す、強くない、やばいんだけど、あ、やばっ、あ、そういうこと、ネコマネキングを回収する、でネコマネキングが手札に加わって、で僕のターンになるディアブロス効果を来訪で無効にして、でネコマネキングの効果でターンが終了されるずっと俺のターン、いや強っ、待ってちょっと、お俺何やら、おい俺に勇気をさせろ、来訪でだからモンスターの効果無効にするから、来訪でモンスターの効果を無効にして、でちょっと解説します。ディアブロスの効果でドローフェーズ時にドロー前にデッキの上を見るよっていう効果発動する、ドローフェーズね、で来訪の効果によってその効果を無効にしようとするけど、相手は手札を1枚捨てるとその効果は無効にならない、で手札を捨てるのはネコマネキングで、相手の方からネコマネキングが捨てられてるから、ネコマネキング相手の方から捨てられると相手ターンを終了すると、ターンをよこせ、
俺に遊戯をさせろ。よく思いついたわ。ほんと素直に射精。さあ登場しました。いよいよ前回違うわ、前々回かな、前前回覇者シャルルマーニ選手、前々回の前前前回か覇者、シャルルマーニ選手です。シャルルマーニ選手、ネタデッキといえばこの方。さあ今日は何を見せてくれるんでしょうか。とりあえずですね、なんか無限にモンスターを供給してくださいって言われてるんですよ俺。なんでちょっと無限にモンスターを供給しないといけないんで、なんかね墓地に送りたいらしいんですよ多分これ。カノンでジャンクコレクター誰やねモンスターが落ちていく。でマドルチェシャトの効果によって手札に加えながらチケットの効果でモンスターを持ってくる。さあそろそろ来るのでしょうか。まあちょっとまだ13枚だからまだ来れんか。セットしていく。でこのターンを終了していく。さあ3体並びました。なんか3体並ばせてくださいって言われてるんで、一応3体は並ばせました。で打ち手の小槌の効果を発動していく。バージェストマ・マーレラ、オッケー。でトラップカードをデッキから墓地に送る。リバイバルギフト、リバイバルギフトはあれだよな、チューナー蘇生して相手のフィールドにトークンを2体、出すっていうカードですね。これ結構5連打とかのデッキによく使われる。ただ今回スキルがですね、じいちゃんのカードなんだけども、ジャンクコレクター、ほう、フィード上のこのカードと自分の墓地の通常トラップカード1枚をゲームが除外して、このカードの効果は、ゲームが除外した通常トラップカードの効果と同じになると。なるほど。はあはあはあ、なるほどなるほど。で、外国でサイバーダークドラゴンを特殊召喚していく。で、サイバーダークドラゴンの効果によって墓地のドラゴン族を、じゃなくて装備できる。でドラグニティコルセスカ。コルセスカはこのカードを装備カード扱いとして装備しているモンスターが戦闘によって相手モンスターを破壊したときに、デッキから装備モンスターと同じ種族属性の、レベル4以下のモンスター1体を手札に加えると。なるほど。で、DNA 改造していく。ほう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 。あ、ブーギートラップ使って墓地から回収したね。なるほど。 DNA を使って拡散する波動、魔法使いにして拡散する波動、拡散する波動はなんかフィールドのモンスター全部に攻撃できるみたいな。はぁ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 、なるほど。で、コルセスカの効果、戦闘で破壊したら魔法使いを持ってこれる。なるほど、天才だ。やっぱり天才でした。わかったわ。これね、魔法使いにしてこのこいつをサイバーダークを外国竜を、で戦闘で相手モンスターを破壊するたびにパーツ持ってくるんだこれデッキから。すげえ天才だわ。やっぱりあの人天才やな。でコルセスカの効果を発動しパーツ持ってきて、そしてちゃんと全部残ってるのもすげえな。パーツデッキ内に全部パーツ残ってるのすげえな。すげえ、俺こんな怒りの豪華の揃えられ方したの初めてだわ。これは技あり、これは完全に技あり、すごいな。怒りの豪華エクゾードフレイム、うおーすげえ。満を持して登場するはシャルルマーニ選手。皆さんシャルルマーニ選手はご存知でしょうか。ネタデッキ愛好家の皆さんであればよくご存知かと思いますが、第7回そして第5回第4回、もうすでにネタデッキ選手権第7回までやってるんですが、なんと3回も優勝している変態でございます。さあ今日はどういったデッキを見せてくれるんでしょうか。楽しみで仕方がありません。あ、来た、モンスターチェンジ進化、来た、モンスターチェンジ進化からの破壊竜ガンドラ、 OK。 で破壊竜ガンドラのモンスター効果を発動。さあ破壊竜ガンドラは、フィールド上のカードを全てぶち殺すということができる、破壊して除外するということができる。さあ破壊竜ガンドラの効果も発動して、さらにその効果に遅延して禁じられた聖杯を発動していく。さあカードを1枚、サモンドチェーン、はい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 、サモンチェーンで、召喚権が確か3回増えるんですよね。2回増えて3回まで行えるみたいな感じだった気がする。さあ破壊竜ガンドラの効果は、聖杯を発動していることによって、発動してライフを減らすことはできるが、ライフポイントがどんどん減っていく。さあライフポイントが8、4、2、からの1。さあライフポイントが1になってしまいました。海馬木馬選手どうするんでしょうか。さあ、
ライフポイント1になって、これ何が起きるんだろう。で、AD チェンジャー、はいはい、AD チェンジャーからの、ヒールウェーバー、誰？一旦一度このカード以外のフィード上の表側表示モンスターを一旦選択して、そのモンスターのレベルかける100ライフ回復する。101、おもろいな。101、はい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 。で、ラーの抑神流、ラーの抑神流の、召喚はは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 は、ちょっと待って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 、これどうすればいいんだろう。1点1点これウォーじゃねえかよ。これウォーじゃねえか。これはウォーのよく死ぬ竜じゃねえか。やばすぎるだろこれ。殴っていいの？なるほどね。殴っていいのこれ。あ、そういうこと？わかりました。ちょっと待って、これ。やばすぎるだろ、これ。どういうデッキだよ。やっぱ、あいつ変態だな。一回、ドローソースゲームやつは、早送りで飛ばそうと思います。で、マハゴイータ無限にできた、はい、マハゴイータからの黒魔術のベール、なるほど、黒魔術のベールからの、はい、エクゾディア。どういうこと、どういうこと、何がしたいの、何をしたい君は。光のレード、はい、光のレードで、トルクチューンギア、なるほどね、トルクチューンギアって何。何これ、装備モンスターの攻撃をし500アップし、チューナーとしてですか。へえ、チューナーになれるんだ。へえ、なるほど。これでマハゴイータの効果はリリースするとフィード上すべてのモンスターのレベルが短縮されて1つ上がると。なるほど、456と、はい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 。で、封印されし者の右腕4567シンクロ、はい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 、なるほどですね、シンクロ召喚していく。で、エンシェントフェアリードラゴン、はい、なるほどですね。でですね、魔法石の採掘を発動していく。さあ、手札を、2枚捨てると墓地の魔法カードを回収できる。で、シンクロキャンセルを回収、なるほど、答えてモンスターを、なるほど。これ分かったかもしれないぞ。で、目する死者で、パーツを、はい、蘇生して、で、シーアーチャー効果、装備できる。フィールド上のモンスターって装備できる。で、死のマジックボックスで送りつける。なるほど。で、エンシェントフェアリー効果、で、シーアーチャー、で、シーアーチャーで、もう一回目する死者で、蘇らせて、分かったかもしれない、これ分かったかもしれない。これ分かったかもしれない、分かったかもしれない。嘘だろ、嘘だろ、嘘だろ、やばいこと起きようとしてるぞ今。いや、やばいこと起きようとしてないか。これシンクロスターになった封印されし者のパーツが読み合えるんでしょ。やばいやばいやばい、やばいって、オルフェンゴールアレンジだってない、これどういうこと、どういうこと、射精ってこと、射精ってこと、これどういうこと。ちょっと待って、どういうこと、どういうこと、やばいこと起きてるって。これちょっとなんか逆サイから見た映像載せとくわ、編集で。これやばいわ、これ、これはね、さすがにスクショだね、さすがにスクショ、やばすぎ。誰が勝てんねん、このデッキ。